どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。3チュロス、ポア20ドル、各ドロール。チュロスは3つで20ドルということですかね。でチュロスといえば私苦い経験があるんですけど、とある食べ放題のお店でデザートコーナーがあるじゃん。そこにチュロスがあったんだよね。お、めちゃめちゃ美味しそうじゃんと思ってそれを食べてみたらすごく硬かったの。どんくらい硬かったかといえば、冷蔵庫でキンキンに冷やしたかりんとうぐらいそんくらいぐらい硬かったんだよね。噛んだらさ、バリバリバリっていう音がするんだよこんなのチュロスじゃねえじゃんと思った苦い経験があるんですけどね。何の話これ全然この画面と関係のないことばっか話してる。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.67%。 まだまだ引き続きチュロスの話をやっていきますよ。チュロスといえばディズニーランドで食べるのがめっちゃ美味しかったりするよね。食べたことありませんけどじゃあ言うなよって話だよな。そこアウトイベント来たら避けるじゃん、あんなの。ていうかさ、これ放題何か出してこないの？スターが切れたらなんか来るみたいな。開幕なんもで、開幕何もないとか寂しいことよくもやってくれたな、放題さんよ。お前はもう無視だ。このまま先に、なんだお前左のフラワー取らなくちゃいけなかったんじゃない？まあいいや、このまま先に進めないのかな。嫌な予感がするよ。この一つ頼む、ビンゴー。今日のトロールコースね、なんて言えばいいかわかんないんだけど、今までやってきたトロールコースとちょっと違う系統の匂いがするんだよな。てやんでー、なんか違和感感じてるの分かったわ。罠に引っかかってもマリオをやりに来てないんだよね。罠に引っかかったら魚とか花とかでマリオをやりに来るじゃん。それがないから立ちぼうけずっとしてしまうんだよねこういう風にさ、それが僕にとっては一番困るんだって。誰かやってくれよ敵が恋しい、敵が恋しいよ。魚でもいい、花でもいい、無機物でもいい、何でもいいから僕をやりに来てくれよ。罠に引っかかってもいいからさ、やっときだ、広がれよ頭おかしいって。え、何今日ずっとこんな感じ、敵にやられれないみたいな。いや、こっからだよな。こっから何かに期待しよう。何か来てくれるのかい？いや、それは来すぎ。地面全部埋まるまでは来なくていいから、シンプルに敵一体をマリオに当てに来るだけでいいからささあ、このデカキノコは怪しすぎる。ほらな、左のデカキノコが正解だと思いますよ。右取ったら罠だ。さあ、ファイヤーフラワー取っちゃっていいの？ここまで来たら僕は調子に乗っちゃうよ。さあ、ここでボールフラワーくれるのかい？さっさと右に行っちゃおうか。ポーンブロックはどうするの？右、何か嫌な予感がする。ヒントなんじゃないこれ。ワン、ツー、針に当たってからワイヤーフラワーの方に行けと。それより敵を出せ。トロールコースにおいて敵の存在が重要だということを認識させられました。特に僕のチャンネルでは本当にそう思います。敵一人一人がこのチャンネルを輝かせてくれる。魚、花、衣装やチーって言うだけでチャンネル登録者数20万人いきましたこれ左と右どっち？もうそんな言っちゃいけないよな。それ以外にもいいとこ詰まってるよな。みんな僕のいいとこ20万個言って多いって20万個は。これ右と左どっちだったんだろうな。あ、わかった。これさ、溶かすじゃん。そして右のボールフラワーを取っていけばいいんじゃない？多分そうだと思うんだよな。あとでこのボールフラワーいりますみたいな、そういうコースだ。どうせヒントなんだろ、この先ボールフラワーいりますってな。キノコすらいらねえってか、やめろ。中間ポイントじゃん。いつ取ったんだろうな。右の、あ、わかった。さっきさ、ファイヤーフラワー取ったじゃん。その時点で中間取れてたんだ。じゃあ今度こそ敵振ってきてくれよ、頼むって。なんだその魚。でもやったじゃん。おかしいって頭。とうとう本格的に狂い始めてるって。でもこれこれ、こういうのよ。こういうの待ってたんだよね。やっとこれまで通りのリアクション王に戻れるぜ。じゃあすぐジャンプしていく。ここからどうにでもして。俺の名はリアクションキング、略してリアキングだ。リアルを充実しまくっているリアキング。なんだ、何か落ちてくるのか。上にバネがちょっとだけ見えたな。あのバネは何もしてくるわけでもない。下に行ったら何かあったのかな。じゃあここは右へ。これを見てるみんな、いくらでも狂ってるって思いやがる。ポーンとかギャーとか騒ぎまくってるやつだと。実際その通り、くるくるパッパカパーン。ちょっと真面目にやっていこうか。ずっとこんな調子だったら見てる方も疲れるかもしんないもんね。僕の動画はカロリー使うっていうことは重々承知しておりますじゃあさ、たまには大人。あ、はあ、はあ、
ンチャンあるんじゃない？これ1個だけ取って、そしてこの1個だけ取った中でこうよ。うまい、うますぎる。さあ、まあ俺ら制作者よ。さあ、まあブロック発動しいな。この中に入っていこうか。どこにありませんね。誰か助けて。さっきは槍に来てくださいって言ったけど、限度っていうものがあるじゃん。もうちょっとさ、適度な感じで敵を配置してくださいよ。これスペインの方が作ったんですけど、適度ってわかりますかね。適度をスペイン語に直してやりましょうか。適度っていうのは適度ですよ。適度とかスペイン語でわかるわけねえじゃん。なんて言うのよ、ヒントじゃねえんだよ。もういいってヒントは。なになに、ここちくわブロックがいっぱいあるけど、すごく嫌な予感しかしない。このちくわブロック全部降りれてか。うん、長いってもう。で、左のヒントどこよ。あ、わかった、さっきのどっかの場所か。で、そこの下にドアがあるから、そっちに入ると。さっさ教えろ。多分さっきのヒントの場所はこの場所だと思います。ここの辺に隠しブロックがあったよね。負けた。もうやめてよ。話し合えばきっとわかるから。頑張って僕スペイン語練習するから。だからもう殺すのやめてよ。なんかすいません、初見さんの方勘違いしないでください。これがこういうチャンネルなんですよ。うわー、待って、何でよ。中間を取らせろ。中間はどこだ。ここに隠しブロックがあったのは分かんだよ。その下は何もない。このブロックも何もない。もう一個隠しブロックとかはなさそうだ。50個の方なんかにはいかねえよ。あの派手なブロックを叩いたらバネが出てきて50個の方に落とされる。そうだと思うから右に逃げるんだ。絶対間違いないよ。キロ様、あのね、ちょっとガチめな話するんだけど、最近鼻詰まりがすごくてさ、滑舌が悪いんだよね。だから聞き取りにくかったら申し訳ありません。なんか聞き取りにくそうだなって思うところはちゃんとテロップつけるから。で、これは鉄球なんじゃないの。絶対そうだと思うよ。で、右に、あれ、これ下に、あー、なるほどね。右の出がキノコを取れてか。この出がキノコ取ったら絶対なんか起きるって。でも取る以外ないもんな。そうだよな。で、上に行く。上に行って早く左に強くなー。楽しいかい。そうか。さっきの違うパターン持ってくんだって。これ従えてゴールとかはなさそう。死に激怒っていう感じか。っていうことはこれマリーがやられるまで見なきゃいけないっていう。魚来て。お前やめんだよ。色は似てるけどさ、バブルも来ないでしょ。分かってんだ。もうそっちの人はいらねえんだって。もう早く終わったよ。この間ね、僕喋り続けるの結構きついんだよ。バブル上がってくる。一番右。なんでやがんじゃん。なあ、 KO じゃねえんだよ。ザクはすっこんでる。ザクは俺か。え、罠変わってるんだけど。なんかここからピースエッジが発動し、この罠変わってる状態でさっきのところまで行けとかめちゃめちゃ鬼畜すぎないか。で、これはどっちに行けばいいの。ブブって言われてる。下はピンポンか。どうしよう、ここ下から行ってるピンポンの方なんて怪しいもんな。これは何。てめえ、いい加減にせよ。ならば次は上だ。これ上行くのちょっと難しくない。これなんか怪しいもんな。もういいってそれ。今度は50個位の方でいいのかな。もう魚なんて来ないで。さっきは来てくれとか言ったけど、もう来ないで。お願い、これどこにいるの。殺傷能力高すぎ。もう全て分かったぜ。50コインの方に行く。そんですぐに魚を避ければいいだけの話だ。で、こっから先またさっきの罠が変わってるとか。罠が変わってるっていうよりステージが違うのか。じゃあ右のハテナブロックを叩くでしょ。で、オンオフが変わる。うわ、この右のブロックも壊れそう。まあいいや、すぐちくわブロックの方行ってみようか。あ、意外と合ってんじゃない。で、で、どうしよう。このブロックを壊すしかない。バーン。やめてよと思ったら、これは意外といけちゃうっていうパターンなんじゃない。キノコがいるって書いてますけど、あれはいらない。なんてことすんだ。落ち着け、そんなに難しいところではない。私は何もかも知り尽くしてる神だ。そうだ、俺は神なんだ。俺は神だ。俺は神の実力見たか。なめんじゃねえぞら。で、これはどっだ。あー、やだ、無理じゃん。変わってとかさ、神でも無理だって。なんだよこれ。これは左の矢印何。あ、
あのキノコを通って左下に行けと。どうやって行くのかな。あ、簡単に行けちゃったね。で、ここから左下に行ったら何かあるみたいな。頼む、もう何かあってくれ。中間ポイント、何でもいいからさ。何やるの、ただやられてた。おい、ふざけんなよ。何もねえじゃねえか。あ、待って待って、下にゴールがあるよ。無理だってば。移動ばかりするのも大概にせんか。この先だよな。どうやってバネを避ければよかったんだろうね。すぐ右にジャンプ。あ、これでよかったのか。そして右の土管に入ります。いや、これはかぶってていい、かぶってていいね。さあ、土管に入れないわ。あ、これで上の土管に入れっちゃうことか。オーケーオーケー。さあ、土管に入れんじゃんか。両方入れないの。ってことはこのトゲソをかぶった状態でここに入ることが正解みたいだ。いや、違うよな。あ、分かったかもしれん。これさ、この先にゴールがあったよな。だからここ踏めばゴールみたいな。やったいや、まさか音符を踏んでゴールできるとは思わなかったね。まあ、このコースは敵がいかに大事かっていうことを知りましたね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発まりよ。不足を注意報悪用してみた。これね、 X でいただいたんですけど、どうやら珍しいことに一発マリオでバグを使ってるみたいなんだよね。その証拠にゴールのところ見て、ブロックとゴールが重なってるよね。いや、これ何なんだろうね。全然予想がつかないんだけど、あの逆 L 字になったハテナブロックを何かしなきゃいけないんだろうな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 11.36% で、ゴール条件もあったんだよね。ゴール条件が1機アップを全て1個取ってからゴールか。だからさっきのハテナブロックの中に1機アップが隠されてんじゃない。だからこのハテナブロックの中に1機アップ。おかしいって、なんなんそのこれヒップドロップできんの。できるけど変なところにもブロック出てきたな。この辺に、うわ、やっぱり受けるよね。え、どうなってんだろうねこれ。あ、いや、まだ生きれるよ。よし、待ちなさい。もうむちゃくちゃじゃん。どうすりゃいいの。この辺でヒップドロップしてもやっぱキノコは出てこないよな。じゃあこの上のブロックか。おかしいよ、だってなんでこんなところにブロックがあるの。どこまであんの。これもしかして右もあんの。右はないのね。左2つに息アップがないってことは分かった。じゃあこの下2つのどっちかだと思うよ。これどうやって叩くんだろうな。これ絶対無理じゃん叩くの。しかもさ、おかしいおかしい、見て見て、ゴールを壁付けしてる。これさ、ワンランプ取ったとしてもさ、ゴールできるんかな。上から行ってみる。上にジャンプしたらさ、向こう側に抜けれますよみたいな。うわ、無理か。え、どうしようこれ。下から叩いてみる以外にないもんね。うわ、下から、え、じゃあこの中に入ってるってこと。この右のハテナブロック、どうやって叩くんだろうな。え、無理じゃない。一旦さ、このギリギリでヒップドロップしてみようか。あ、絶対右の真ん中にワンナップが隠されてると思うよ。こっからヒップドロップしながらちょいちょい右に行ってみようか。なんだこれ。上からダメなら下からだ。下ギリギリであの隠しブロックのところ狙ってみようか。うわ、叩けないのかな。これは、うわ、無理だね。この辺も叩きそうにない。え、じゃあどうやってこれ叩くんだろう。ここら辺は隠し…そりゃナイス。これはね、マリオと思わない方がいいね。ショボンのアクションみたいな感じだよ。何が起きるかわからないみたいな。隠しブロックがなんかあるんじゃない。一旦この辺調べてみようか。この辺がめっちゃ怪しいんだよな。ここまでブロックがある。ここら辺に隠しブロックがあるみたい。攻略法を見つけたぞ。なるほどね、こんなところに隠しブロック隠しちゃったんか。じゃあここで隠しブロックを叩いた瞬間すぐワンアップ取る。で、これゴールできるかだよな。さっき壁釣りしてなかった。できるんかい。いや、面白いバグ一発マリオでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。